こんん、にちは、さん速の久保です、まあ、今日の深夜のコソコソ話なんですけども、FX の話題でしたね。マルチタイムフレーム分析。ね、結構かっこいい言葉で、まあ、これ私もね、結構好きな言葉ですけども、うん、まあこれ砕けと言うと、うん、の FX の値、まあ、動きを見るときに、ね、チャートを見るときに、まあ、私の場合は1時間で取引をするんですけども、 1>, 1時間の取引をするためには1日1日足ですね日足がどっちの方向に向かっているのかそして4時間の足がどっちの方向に向かっているのかっていうのが分かりやすいと分かると1時間の寝動きがどっちに向かいやすいかってことも分かるというねまあこういうことになってきますね。マルチタイムフレーム分析っていうのはマルチタイムつまり複数の時間を同時に見ることによってその枠組みを分析しようっていうのがねまさに。 直訳した言葉ななじゃいいかなと思いますね、まあ、私の場合だからねマルチタイムフレーム分析で、えー、よく例として挙げるのは1日足が買いの方向に向かっている右肩上がり4時間の方向が同じように右肩上がりに向かっている時に1時間も右肩上がりに向かいやすいから1時間の寝動きが右肩上がりだったら倍で入ればいいんじゃないのっていうふうに全ての時間軸がマルチタイムフレーム分析で見ている 一日四時間、一、一時間、まあこの三つがね、えー、もしくは買い足、十五分とか三十分足を合わせて、全部が同じ方向に向かっていったら、まあ迷わず倍に入ればいいんじゃないかなっていうのを基礎にしてるんですよね。でその上で、えー、フォーメーション分析とかエリオット波動における推進波や調整波こういったものを組み合わせてさらにその根拠を補強していくっていう感じですかね。うん、まあもっと言えば私は使いませんけども移動平均線で いろいろと見ていくこともできると思いますしさらに他のインジケーターみたいなのをオリジナルで引っ張ってきてやることもできるんじゃないかなと思いますねまあそうですね値動きっていうのは今までのこの値動きから将来の値動きを予測するテクニカル分析っていうのがありまして私はほとんどテクニカル分析なんですけどもまあ、それでもねそうじゃないケースもあったり そして時間軸が短ければ短いほど偶然性に左右されるし長ければ長いほどテクニカル分析は生きてくるしっていうふうなねまあそんな側面を持ってるのかなと思いますまあそうなると1時間っていうのは資金の面でも時間的なエントリーのしやすさでもまあ最もバランスが取れているのではないかなと思います特に日中お忙しい方に対してはねまあ1時間軸だとじーっと1時間 パソコンに貼り付いて見ていてもチャートは動きませんのでまあ1時間も見ている必要はないかなと一瞬パッと見てで45時間後にもう1回見てさらに45時間後にもう1回見てみたいな感じで1日に10本の1時間蓄ができるその過程を1日そうですね3回パパッパッと見れば終わりなのかなっていうのが私のテクニカルのスタートですね、えー、マルチタイムフレーム分析になると 1>, 1週間足を見てる時ってるっいうのはね1週間経たないとその1本が育たないですからまあですんでいつも月曜日にだけ見てるかなっていうところですかねで月が変わった時っていうのは月足をその時だけ見るみたいなまあですんでね本当に短い時間で例えば1分足とか5分足とか15分足でエントリーする方っていうのはそれこそパソコンを貼り付き状態アンド運に ものすごく左右される時間軸でやられてるんではなかろうかっていうこととねあと一つ資金の問題があるんですよね資金が少なければ少ないほど、まあ、勝負する時間軸ってのは短くなってくるし資金が潤沢にあればあるほど基本的には長期になっていくのかなっていうふうな気はしますね。うんまあそれはね今までこうやって56年やってきて確かにそうだなと思えるところが今どん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 強化されている面はありますけども。う そうじゃないんじゃないかなっていうふうに感じることは、まあ、今んところなかったですかね。うん、はいということで FX についてちょっとね語ってみましたけども、えー、FX オリガルヒというねそういったコミュニティが間もなくスタートまあスタートというかね募集が始まりまりす、えー、結構ねこちらは50代に入る前に私も、まあ、フライングスタートして50代の10年間を この FX ででゴゴリゴリに過ごそううと思うんですよ私が人生を振り返った時にあ40代ではアフィリエイトは YouTube をやったけども50代では FX 本当によくやったなと思えるようなねそんな10年間もしくは10年弱を作っていきたいなと思っておりますまあその10年の間には大和くんも中学生ぐらいになるしでその途中でおそらく私の教育による FX の指導も受けるんだろうなと思いますよね うん、そうですね昭和の時代にはお父さんからキャッチボールや野球を教わったような気がしますけどもこの令和の時代にはお父さんから金の稼ぎ方を教わるのかもしれないですね。<laughs> はいということで本日は以上です。ナミさんありがとうございました